それではメッセージの時に移ります本日の聖書箇所は、皇語訳新約聖書153ページ、ヨハネによる福音書第9章3節です。この箇所より、神の見業と題しまして、亀田勝彦先生よりメッセージを取り継いでいただきます。ヨハネによる福音書 第9章3節司会者が代表して拝読いたしますイエスは答えられた本人が罪を犯したのでもなくまたその両親が犯したのでもないただ神の御技が彼の上に現れるためである皆さんこんばんは初めにお祈りをさせていただきます愛する天の父なる神様 今日もこのように水曜日の夜共にこのところに集い主を礼拝し祈りを捧げまた賛美を捧げ御言葉に心を止めることができることを本当にありがとうございますどうぞあなたの御言葉が私たちのうちにとどまりまた今日もあなたの御声を聞きあなたから力を得ることができるようにどうぞ この時を豊かに祝福してくださいすべてを主においだにしてイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン、えーえー、米沢も本当に気持ちの良いそのような季節となりました、えー、暖かい気候となり何よりも桜が満開となりました 仕事から帰る途中自転車で帰りますけれども、米沢の松川の河川敷橋を渡りますと、そこにですね桜並木が美しく咲いております。数日前もそれをですね気づいてとても心が和みました。 しかし考えてみると仕事を始めて3年になりますので毎年毎年同じ光景を見ていたはずであります。しかしながら去年もその前も桜が咲いていたという記憶が私の頭には全くこう思い出せません。よっぽど何かあ余裕がなかったのか。 わかりませんけれども、えー、今年はようやく少しはですねここにゆとりができたのか、えー、桜美しいな桜が咲いているのに気づくことができました、えー、ですから今まではもう仕事が終わると自転車で一目散に家に真っ白に帰るこれしか考えておりませんでしたから本当にこう結構な気がつくスピードで走っていたようであります 夜こうです、ね、走っていましたので何、えー、か分からないけども3回くららい警察に止められたことがあります何でか分からないちゃんと電気もついているのに何で捕まるんだろうかと思って聞くとおこの夜にあんたそんなにスピード出してどこに行くんだ <laughs> そうやってですね、不信がられるというか、不信がられた、まあ、そんなことが3度くらいありましたけども。 そうやってもうですね前しか見ないもうひたすらですねそうやってやってきたわけでありますしかしながらようやく心に余裕ができてあ,あ桜美しいなと思うことができましたですからその時は自転車をですねスピードをゆっくりと緩めて松川の河川敷をこの桜並木の下をゆっくりと 走らせる、えー、そんなことをですねすることができました。えー、桜の香りがですねこそこにいっぱい広がって、えー、そして、えー、本当に心が安らぎました。ノリザという土地は本当に美しい自然がいっぱいでいいところだな、そういうふうに思わされました。えー、神様が本当に天地を作り、私たちの 歩むあらゆるところに神様の御業を見ることができるようにしてくださっているそんなことを感じるにはふさわしいこの季節であります。え今日は神の御業ということで、えー、一人の生まれつき盲人であったという人に現れた神の御業のことをともに分かち合っていきたいと思います。えもう一度9章の1節から読まさせて イエスが道を通っておられる時生まれつきの盲人を見られた弟子たちはイエスに尋ねていった「先生この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したためですか本人ですかそれともその両親ですか?」イエスは答えられた「本人が罪を犯したのでもなくまたその両親が犯したのでもない」。ただ 神ののが彼の上に現れるるためでである、えー、大変ですね皆さん、えー、よく知っているところの聖書の言葉であろうかというふうに思います。このイエス様が生まれつき盲人であるその一人の人を見て「これは神の見業だ」と言ったということはこれはものすごい 超前向き肯定的とていますか。ポジティブな言葉である。本当にそういうふうにですね、えー、思います。数日前、私の娘が。今年の目標を教えてくれました。今年の目標は。ポジティブに生きることなんだ。と言ったんですね。ほう、その中身は何か。嫌いな算数を好きになることだ。まあ、そういうことで、ありました。 ですからそれを聞いて私も「いいですね」「ぜひそれがなるように祈りながら応援してるよ」そういうふうには言いませんでした口から出てきた言葉はどういう言葉であったかというと「いやー無理しなくていいよ」「嫌いなものは嫌いなままでいいんだよ」まあ、そういうふうな言葉がまず出てきてしまったんですねなんとこう娘が「頑張ろう」と「情熱に燃えて」 保持罪に生きようとしているのにもうそれに何かこう情熱を奪うかのようにいやそんなことしなくていいよなんとこう消極的な言葉かなまあ振り返るとですねそんなことを思わせられましたまあいろいろ経験していくそういう中でこの前向きに肯定的にポジティブにしていくということは本当にこう大変なことである、まあ、そんなことを 感じたりしますイエス様が生まれつき盲人の男性を見てそして神の御業が現れるためであると言ったということはですからこれはものすごい言葉であるということを知ることができます。そして何よりもこの言葉をイエス様が言った。 これが重要だなと思います人ではない神であるイエス様がこの人に神の意味わざが現れるんだと言ったんですこの天地が神の言葉が初めに光あれそう言ってできているように神が言った言葉は必ずこうなるわけですね。ですから この生まれつき文字の上に発せられた記述の言葉は聖書に書いてあるようにいよいよ成就していくことができるわけです。これを通して教えられることはまず神の言葉記述の言葉その言葉が私たちの愛の中に発せられていく時にそれは必ず実現していくんだ。 ということですですから私たちの人生に、私たち日々の生活にこの神の言葉が発するようにして生かされていくときにこの神の言葉が実現するそういう人生を得ることができるということを教えていただくのですそのためにどうしたらいいのかそれはやはり皆さんがこの世に集まっているように日々祈りを持って御言葉に 親しんでそして神から言葉を頂い,いていくこれが重要な秘訣だそのことを教えられるところでありますこの生まれつき盲人の男性は幸いにもイエス様から言葉を頂い,いたのですその言葉が成就していくどのような 神の御業がこの男性に成就していったのかそのことをもう一度聖書を通して確認していきたいと思いますえまず一つ目は九章の六節七節ですね読んでまいりますイエスはそう言って地に椿をしその椿で泥を作りその泥を盲人の目に塗って言われた 白ものの,いの池に行って洗いなさいそこで彼は行って洗ったそして見えるようになって帰っていった、まあ、ここに書いてあるように現れた神の御業それは生まれつき見えなかった目が見えるようになったこれは驚くべき衝撃的な出来事であります。本当にまで味わったことのない 目が開いた人生この男性に与えられたのです神様はまず第一番目にこの男性の上に病の癒しという神の御業を表してくださいました 昨日はあ勝利力祷会がリモートで、えー、行われました、まあ、毎週毎週本当にですね熱心な一人一人がリモートで集まりながら賛美をし祈りを捧げております昨日ある一人の方がこのようなことを教えてくださいました、えー、体に腫瘍、まあのようなです、ね、ものがあ、まあ、他の人にも分かるような大きさの ものができてしまいました。まあ、ですから、その癒しのためにお祈りをしてもらいました。まあ、でもあんまりこう。まあ治ると思っていなかったようです。でも祈ってもらったら本当にこの癒された。そして跡形もなくそれがなくなった。で、それを発見した。そのお母さんが 外ねたって言うんですねあれそれどうしたの聞かれたのでその方はそこからいや祈ってもらったら神様が癒してくださったんだと言って神様をお明かしすることができたんだということを教えてもらいましたいや本当にすごいな神の御座だなそのように思わされました今日の聖書ではこの男性が イエス様からこの丹念につばきまでつけて泥までつけて癒されるべき部分にこの手を触れた体を触れてそして癒してくださいました私たちにとっては祈りを捧げる時に鳥なしの祈りを捧げる時に霊的にイエス様が手を 触れてくだださるんとということですですから私たちが鳥なしの祈りを捧げていくならばこの男性にしてくださったようにその祈られた一人一人のところにこのイエス様が手を振れて,いてくてさってそして癒しの御業を表してくれるそのことを教えていただいているところであります。ですから私たちは日々 本当に祈りを捧げていくその時にこの男性にしてくださったように祈りを通してイエス様が体の病であればその病のところに心の病であればその病のところにイエス様が触れてくださることによってそして癒しがなされて神の親座が現れていくこのことを私たちは信じて会いに行くことができます。 この男性に現れた最初の神の御業は生まれつき見えなかった目が見えるようになったという癒しの技であります。次にこの男性に表された神の御業それは何かと言いますとそれは自然という神の御業だというのです。 いやー試練いやですよね苦しいです、まあ。試練というのはいいものではありません。苦しいものであります。しかしながらそこに神の深い意図があるんだということを聖書を通して私たちは教えられるのです。この男性元盲人この男性に与えられた 自然といううののはどんんなもでであったんでしょうか普通であれば目が見えるようになったいや素晴らしいねよかったねそうやって喜んでくださるかと思いきやそうではありませんでしたそのことを聞いた人々が当時の指導者であったパリサイ人たちにそれを伝えに行きその男性はその指導者たちのもとに行きました。するとそこから 指導者とその男性との、これね、押し問答のような問答が始まっていったのです。誰が癒したのか、イエスという名前の方です。お前、それを誰と思うのか、いや、預言者だと思います。何、そんな人を預言者とお前思うのか。なんていうふうにですね、だん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 とこう、体勢が悪くなっていて。どん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 こう、責められていくような、そんな状況に陥っていったのです。行き場がなくなっていきました。 本当にお前が元盲人で見えるようになったその証拠があるのかまあそういうことを言われて、えー、その男性の両親が呼ばれましたすると両親はどういったかと言いますと、えー、ここは聖書を読んでいきたいと思いますけれども、えー、ヨハネル,ル福音書九章の二十節のところを読んでいきたいと思います。 両親は答えていったこれが私どもの息子であることまた生まれつき盲人であったことは存じていますしかしどうして今見えるようになったかそれは知りませんまた誰がその目を開けてくださったのかもしれませんあれに聞いてくださいあれはもう大人ですから自分のことは自分で話せるでしょう両親はユダヤ人たちを恐れていたのでこう 答えたのであるこの両親にさえもこの男性は、まあ、見,限ら見限られたといいますか放っておかれてしまったんです味方にななっってくれなかったんです両親がそしてとうとう最終的にこの男性はどのようになったかといいますと、えー、34節です。 一気に少し飛びますけれどもこれを聞いて彼らは言ったお前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えようとするのかそして彼を外へ追い出したとうとう神殿の外に追い出されてしまったんです孤独のただ中に陥ってしまったんです味方が誰もいなくなりました この男性に目が開き素晴らしい生活が始まるかと思いきやそのような人々に非難され指導者に非難されそして両親からも見限られ孤独の状況の中に陥らされるそのような自然がやってきたんです。ここれれがこの男性に与えられた自然という 神の業なぜ神の御業ざということができるのか、まあ、よくよく考えてみるならば見えなかった目が見えるようになったということはとってもすごい素晴らしいことですしかしながら人間はこう罪人ですね目が見えるるようになると 素晴らしいものも見えるけれどもいろんな地上の欲の誘惑に陥る可能性だってあるという方ですあのアダムとエバがサタンにそそのかされて食べるによく目には美しい賢くなるには好ましいと思われた善悪周期の実を食べて 罪が入ってしまったように私たちはそういう罪の誘惑に弱い存在であります何もなければすぐにそこに陥ってしまう可能性があるのが罪ある私たちの姿でありますまたこの男性はもう生まれた時から目が見えませんでしたもうその時からまあ人の お世話になりながら生きなければならないまあそれは大変なことですけれどもそうやって生きて大人になったんですそれが生活の一部となっておりましたですからもう見えるようになったもう自分一人で歩んでいっていいんだよでもそれができるかどうかそれは大変なことでありますまあこれはですね、えー、ある 宣教師の先生が癒しのミニストをしてた時に体験したということを聞いた話でありますけれども車椅子の男性がその集会に来ましたそして祈りを捧げて癒されましたその男性は立ち上がって喜んで一周回りました会社の周りをそしてまた自分のいた元どころに戻ってきようとしたときに その選挙者の先生が危機感を覚えましたどうぞそこの車椅子の中に戻らないようにでもその男性は座ったんですそしたらまた動かなくなってしまった、まあ、数年後でもその男性は悔い改めてもう一度動くようになり、えー、日常生活車椅子でイエス様と共に歩みようになった。 マスのように、えー、教えてもらいましたけれどもなぜ車椅子に戻ったのかその時のことをですねその方があお明かししておりました車椅子から出て歩き始めた時にそれもいいけれど今まで車椅子状態であったがゆえにいろいろ得ていたもの特権いろんな面があったんだ その方が楽だと思ってしまった。そして座ってしまったんだというふうにお訳ししていたんですね。私たちは罪ある人間であって、本当にそういうさまざまな誘惑に弱い存在です。この生まれつき盲人だったこの男性が目が見えるようになったときに素晴らしいけれども。 そそだけででははない一面があったそのここととを知ることはできますもしそういう誘惑から守られてそして本当に神の御婚にかなうそのような祝福の人生を歩んでいくためにはやはり私たちには多かれ少なかれ自然という神の御業が必要なんだということを、まあ、認めざるを得ないんではないかそんなふうに 思うわけですこの「旧章」というところを読んでいきますとこの元盲人の男性は本当にそのごとくにこのような周りから避難されたりする中でイエスという方が直したんです預言者だと思います。あなた方はいろいろ言うけれども見えなかった目が見えるようになったというこれは事実です。 変わりありませんだ,んだ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 んと弁明していくうちにこの男性の中に培われていく、まあ、信仰といいますか揺るぎない革新といいますかそのものがどん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 と強められていっているそのような姿を私たちは聖書を通してて読み取っていくことができます私たちが与えられていく、まあ、そのような自然や困難 そういうふうういふに思えるようなことまあその時は本当に大変だったりつうかったりすることがあるけれどでもそれを通して私たちは教えてもらっているように信仰が揺るぎないものとして強く支えられていくそんなひとであることを覚えていきたいものであります。この元盲人に与えられた 3番目の神の見業それは何かと言いますと旧章の35節から書いてありますイエスはその人が外へ追い出されたことを聞かれたそして彼に会って言われたあなたは人の子を信じるか彼は答えていった主よそれはどなたですかその方を信じたいのですが イエスは彼に言われたあなたはもうその人に会っている今あなたと話しているのがその人であるすると彼は主を信じますと言ってイエスを拝したこれが三番目に表された神の御業ですまあこれこそが究極の神の御業ということができましょうこの男性は目が見えない中で目が 癒されました目が見えなかったので周りではイエスという名前が言っていたのでイエスという方が癒したということは知っておりましたけどそれが大なるかは分かりませんでしたでもここで本当にそのイエスと出会いイエス様と会話をしそしてこの傘こそ救い主イエス・キリスト私を癒してくださったからである。 ということを知ることができたのですそして礼拝を捧げこのイエス様を心から信じることができるようになりました最高の神の御業をこの男性は得ることができたということですこの聖書の箇所を見ますとどうしても思い出されることがあります それは何年も前にこのイースターの礼拝で激怒、えー、したことですね岩瀬先生いらっしゃいますけども岩瀬先生が盲子の役をやって私がイエス様の役をやりました本当に岩瀬先生はあ最初は大丈夫かなと思いましたでもやるごとにどん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 と上達していって本当にですね 白紙の演技をしししててくださるようになったたんですね私もとてもと感動しましたそして本番このシーンになった時に本当にですね心から感動してそしてそこでこう見つめ合うシーンがあったんですけれどもリハーサルの時よりも練習の時よりも本番の時。 三秒長く見つめ合うそのようになってしまいました、えー、今はですねできないですねちょっとね、えー、悪いを忘れないとできません、えー、でもですね本当にそのような感動したことを覚えておりますギギデザそうであるのにこの元盲人の男性がイエス様と出会ったその時の感感動は どれほどのものでありましょうかこれこそが元盲人がこの男性が探し求めていた真実そして私たちが求めている真実それは神様の愛と命と触れ合うことであります私たちはそれをえ、そしてそれを さらに求めそしてて生きていくこれが私たちに与えた人生でありそれを得るごとに私たちの歩みの中に神の御業を私たちは体験していくことができるんだということであります。さまざまな今状況がありますけれどもどのこのような状況の中にあったとしても本当にインターネットを通したりライブを通したり もう一人一人がさまざまな形でつな、えー、がりを持って祈り合い礼拝を捧げ合いそして交わりをしてそして、えー、その生きた命の触れ合いを求めながらまたそれを得ながら歩んでいる姿を私たちはあ覚えまた体験しているのではないでしょうかそして今日もこのようにして、えー、集まり何よりも生で、えー、礼拝を捧げること。 共に祈りを捧げることあとは賛美ができるようになることこれが待ち遠しいなって個人的にはいつも思っておりますけれどもそうやって本当に、えー、ライブで体で神の愛を命をもって触れ合っていくことこれが私たちの力であるそのことを覚えていきたいものであります。今日も共に祈りを捧げていくその他の中で イエス様が私たちに触れてくださり、命を与えてくださる。このことを信じ、祈りを捧げ、またともに前進してまいりましょう。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、生まれつき盲人であったこの男性がイエス様に触れられ、目が見えるようになり、そして心の目も開かれ。 最高の神の御業を得ることができました私たちもそのようなあなたの恵みを得ている人々ですどうぞそのことに感謝しながらますますこの恵みのただ中を歩んでいくことができるようにどうぞ私たちを祝福してください心から感謝しイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン